り最後を飾りますのは須古踊り保存会の皆様です。ご紹介いたしましょう。郡山踊りの一つ、国指定無形民俗文化財須古踊りは、戦国時代の第16代領主の大村住子は領土を奪われ玄海の孤島加唐島に難を逃れ、6年余りの流浪の後兵を立て直し領地である大村を奪い返しました。この時戦いの勝利を祝って踊られた踊りこそ中国の浪人孔融が伝えたという現在の郡山踊りです。郡山踊りとはこの須古踊りの他に黒丸踊り、沖田踊りを指します。須古踊りは別名殿様踊りと呼ばれ、中央で月の輪をかぶり舞うのが領主住子れ、柿踊りを踊るのはその家来と言われる大変優雅な踊りです。
お迎えします。